はい、というわけで今オープニングを撮ろうかなって思ってたらなんか狩猟を開始するって言われちゃったんですけど、なんか音楽が怖い音楽になってるんですけど、なんか撮ろうかなーなんてね今思ってたわけですよ。どこにいるの？ あそこにおるやん。なるほど、だからなんか言ってたんですね。届かないでしょこれは。え、来んのこっち。いや、さすがにそれは、これは来れないでしょうよ。西に来ようとしてるけど。はい、というわけで今回はね、ナルガクルガのクエストをやるつもりだったんですが、え、届く？それなんか投げてるけど、さすがに届かないよね本当に。ずっとこのポーズしてるけど。はい、じゃあちょっとナルガクルガまで行ってまいりたいと思います。どこかな、ナルガクルガは。ちょうどね、向かってきてるかな。先人のなんとかって書いてあった今。あら、こんなところに。全然集めてないからね。あれ、どこにいるのかな。あ、いらっしゃいますね、あそこに。あれ、もうバレた？目標発見。さあ、助かったぞ。ここで倒す。まあ無理やね。あ、危ない危ない。あ、ちょっとイノシシ邪魔。そうだそうだ。うっかりしてるとね、確か。受け身で死んじゃう可能性があるからね。最近はね。おいしょー。爪も壊しようかな。あ、買った。あ、これ動いた方がよかった。これはちょっとちゃんと受け身取んなきゃいけないやつだった。あお。当たれよ。いしょ。戦い方忘れちゃった。なんかナルガクルガどうなんだったっけかな。もう怒るの？あ、違う違う違う、なんか来た、なんか来た。よし、やれ、やっちまえ、やっちまえ。やらないの？でも大きさ全然違うんだ。送流を始める。おお、なかなかいい、しびれそうな技。おお、ムササビ攻撃。え、当たんなかったかな。あ、ちょっと近すぎて、あ、近い技なんだな。あ、当たった、当たった。これ威力でかいぞ。もう一回当てちゃおう。もう一回、もう無理だったー。急ぐ。仕掛けてくるぞ。仕掛ける前に。完璧だ。さあ、新ためまで。どっち向き。どっち向きなの。しかも怒りも解けたかしら。オッケー。なんか今刺さった。
ああ、またやってくるんだ。わお、大暴れ。待ってから。ちょうど怒り陣にあいつ来てくれてよかったね。何が来るの。おお、よく防げたね。前はこれ防いでもえらいダメージだったけど、いかんの早くないっすか。逃げれない。ちょっと待った方がいいかしら。これわお、どこにいるかわかんない。いいサポートだ。回復シャボンいただきます。なんか寝てる。じゃあ尻尾いきますか。ちょうど怒ってる段階での寝てるってのはいいね。ただ今回はもう新ためだからね、前とは違うからね。儀式をやってから3回目を当てる。500いきました。これが月光山との違い。月光山は頑張っても100しかいかない。あ、逃げられちゃった。おお、すごいところジャンプしたね。いやいや、やっぱり新ための方がロマンがあっていいね。もう一回くそう。オッケー、いい具合に切れた。うにゃーってまだなったな。ペチ、あ、ダメだダメだ。いやいや、いい具合に切れた。あ、こっち来るね、こっち来るね、こっち来るね。うにゃー、おいしょおいしょ。陣王が出現。ちょっと来てほしいな、ここペチ。やべえ、当たるか。おお、どういう避け方なの今のは。ちょっと避け方かっこよかったかも偶然なんだけどね。顔面いきまーす。あ、もう疲れちゃった。じゃあ顔面いきまーす。なんで後ずさるちょっと今のはバッチリのタメさんだったじゃないの。疲れない。おお、すごい避け方。当たらない。もう一回来る。そして疲れる。ここで疲れる。よいしょー、もう一丁。そこで疲れる。これは全部入るんじゃないですか。かっこよす。こんな展開めったにない。マグにしては珍しい。もう一回尻尾。壊れねえかな。いや、ここで爪も。ああ、行かなかった。おお、行ったの。どっちなのあれ、どっちなの。反対側を今犬がやったのかな。もう一回。あーい、ナルガクルガオの体はもうボロボロになりましたね。じゃあこれの後は多分捕獲のところかな、使われるのはね。交通髄もう捕獲可能性。これは楽。もうとっとと罠を仕掛けた。はい、ありがとう。罠が発動。はい、これで楽勝でしたね。
はい、というわけでナルガクルガでした。今回はね、ナルガクルガとあと誰だっけ、リオレウスだったかな、何だったっけをクリアすればおそらく緊急クエストになるんじゃないかなと思います。あ、ちょっと背景変わってた今。まあ今回は別に何もないよね。受け取る。はい、というわけで緊急クエストが出たかな。おや、なんだこれは。キサキグモ、ヤツカタキが与願堂で大暴れしてるで、結構。これは初お目見えかな。おや、またなんかおかしくなっちゃった。様子がおかしい。じゃあ対になるモンスターがそろそろ復活ってことかな。からくりのような動きと強力な火炎放射に要注意ですということなので、いきなり作った装備が使えないやつですね。クエストリストはこちらです。皮膚期御前八塚脱機、これをやるのは次回でございます。今回はもう一個、こちらリオレウスで終わりたいと思います。次回はこの飛びかがちと、そのじゃあ八塚脱機っていうのでいきましょうかね。さあ、じゃあナルガ装備ってのはね、別段あの網網が特別っていうだけでね、これですもんね。前回一応見てはいるんでね、ちょっとピンク色になっちゃってますけど、まあ回避性能とかそういうのだったよね、確かね。よし、じゃあちょっと一旦準備してから今度はリオレウス行きたいと思います。一旦カットー。はい、というわけでなかなかいい景色ではあるんですが、ここでした。はい、というわけでリオレウス行きましょう。天井にグエン咲く、その言葉はもう今いたはー。目標発見。え、なんでその攻撃にしたの。画面もらったー。ペチ。おお、びっくりした。ペチ。あ、意外と首振るんやね。画面もらったー。ピチ。わーい。あ、うわー、ちょっと当たるやつだったー。ほほほほほほほ。空中からの火炎攻撃がちょっとまだよく分かってないね。画面もらったー。もう一回吹く。大暴れやないか。なんだっけ、なんだっけ、これはまっすぐだよね。で、にゃーと鳴くと、あ、やばいやつ、やばいやつ。おお、なんか燃えてた。地面燃えてた。
あちまた違うの飲んだ、大丈夫。うえー、すごい性能。なかなかピンポイントで狙ってくるじゃない。誰か来た？あ、誰も来てないか。ターゲットの移動を確認。うわ、なんかすごいなこれ。あ、こんなに火山燃えてたんだ。知らなかった。よくこんなところにいるね。よし、じゃあ追っかけていくぞ。まああとはなんか物が壊せたらでいいかな。よいしょー、いったー。 V 破壊尻尾いただき、顔面もついでに、いや顔面もいったね今ね。羽もいく、ここら辺か。羽はあれ違うな。羽はここら辺か。うん、怒っちゃったね。このまま着地する。そして顔面がないということで。これも顔面。あーお。いやもう真後ろにあるんだ、真後ろにあるんだ。猫が仕掛けたしびれ技がここに。猫がやってくれたんだ。猫が頼む、このままこっち来てくれ、来てくれ。いやいや、ありがとうございます。いや楽でいいわ。よし、はい、というわけでリオレウスゲットしました。ちょっと途中喋ってなかったのはね、あのガチでやってましたね。何気に二様つ、あまり面白くないやられ方だったので、多分今回やられたところはカットかな。自分の体力全くないのにね、あの操作ミスによって突っ込んでって死んじゃったんでね、あのかっこ悪かったんで完全カットになっております。
お、なんかいいのがキラキラしてますよ。激凛、まあ、攻撃ではなかったものの、まあいいでしょう、いいでしょう。もしかしたらね、火属性の体験、リオレウスの素材使いそうだしね。人気の入った占領箱、勲章を獲得したそうです。よくやったでゲコ。元気でゲコか。リオレウス1頭の捕獲。ああ、なんで、そんなのあったんだね。なんか双剣が手に入ったようです。特別なクエストが追加されました。それではまた。はい、というわけで今回はここら辺で終わりたいと思います。次回はね、飛びかかちと緊急クエストをやるかなと思います。で、装備はリオレウス装備試着ね。あんまりかっこよくないな。ただ攻撃7、破壊王3ってことでね、ほぼ全ての装備で使える装備になるんじゃないかなと思います。火属性とかもねあるんでね。ただ攻撃使うみたいですね。なるほど、攻撃がちょっとネックなところかな。何回も捕獲して出るのを待つしかないってところでしょう。マグは多分作らない、露出度が低いから。そっちかい。はい、というわけで今回はここら辺で終わりたいと思います。今回の動画良かったって方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。よし、じゃあまあ今回はね、ちょっと通常回でしたね。ただまたね、次回、緊急クエスト、ま、なんだかよくわからない新しいモンスターが出るようです。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。たまにはね、やられるのを取らないってのもいいんじゃないかな。